男たちのヤマト、ヤマトは、東映配給の日本の戦争映画である。変未順調、決定版男たちのヤマトを原作に、終戦60周年を記念して制作された。菊水作戦における戦艦ヤマトの乗組員の生き方を描いた作品である。2005年12月17日に、東映放画系で、全国劇場公開され、同年の放画興業収入1位となった。 制作費は約25億円。長渕剛が主題歌を歌った。2005年4月上旬山と沈没の日直前に、鹿児島の枕崎漁港の漁協に一人の女性が訪れた。その女性、内田蒔子は、山とが沈没した地点へ連れて行ってほしいと頼み回るが、漁協組合員の漁師たちは、組合長を含め相手にしてくれない。漁協の漁師の中に、水上特攻時に、 大和の乗組員として上官していた、神尾勝美が言った。一度は、薪子の頼みを断るが、彼女が上官であった、内田二層の娘であることを聞かされる。薪子は、内田が去年末に亡くなり、遺言の大和沈没地点に散骨して、戦死した戦友たちと一緒にしてほしいという願いを実現するため、枕崎に来たのである。その瞬間、 60年間ひっそりと暮らしていた神尾に、若き頃の思い出が浮かび上がってきた。内田が激戦の中で戦死せず生き残っていたことに、驚きつつ、戦時中の大恩人である彼のために出航を決意し、薪子の頼みを聞き入れた神尾は、唯一の乗組員、前園厚と共に、彼女を乗せ、山との沈没地点へ出航する。そして、ずっと閉ざしていた口を開き、 あまり語らなかった内田の話を薪子に語り始める。船はアスカマルという小さな漁船であった。神尾は戦時中に恋人であった野崎妙子を広島への原爆投下で亡くしたため、戦後も結婚せずに子や孫もいなかったが、漁業組合長の孫の厚紙を雇って孫代わりにしていた。戦時中の階層として戦艦大和が、 同系艦で両艦の戦艦武蔵らと共に、フィリピンのレーテ島付近のレーテ沖海戦に参戦したが、戦火は芳しくなく、武蔵など多数の艦艇を撃沈されるという最悪の展開から開始される。その後は、軍令部及び連合艦隊司令部から護衛機なしで特攻を行え、という無謀な命令が出て、大和は沖縄での特攻戦に向かう途中で、 アメリカ軍に撃沈される。ヤマト沈没後、神尾は、ヤマトの乗組員だった、西哲也の母のサヨを訪問し、哲也が戦死したが、立派な最後だったと称賛したが、サヨは神尾だけ生き残ったことを咎めたり、哲也の死を受け入れられなかったりした。サヨは、哲也の送金で、田んぼが変えたと神尾に紹介し、神尾は西への、せめてものた向けとして、 田植えや雑草取りなどを手伝い、サヨは、謝礼として、握り飯を神尾にくれたが、神尾はそれをその場に置き、自分だけ生き残ってしまったことをサヨに、土下座して謝罪する。サヨも泣き崩れて、土下座し、追求したことは悪かったと謝罪して、死んだらいけないと神尾を悟した。そして、広島への原爆投下があり、終戦を迎える。企画は、東映のプロデューサー、坂上淳。 角川春樹の姉、遍美淳の小説を原作に、東映で映画化の話が持ち上がっていたとき、角川は収刊中であった。出所した角川が、保釈のための嘆願書の発起人である、岡田雄介東映社長にお礼を言いに行った際、その場で、岡田から正式に、プロデューサー就任の要請があり、復帰第一作として引き受けた。これまでの千期もの映画は、司令官、 指導者が主役を張るケースが多かったため、プロデューサーの坂上は、官邸から見た山とを描きたいと、下から支える側としていたって地味な放水員として、反町隆史を主役として登場させた。佐藤監督も、兵士一人数とを見つめる映画にしたいと考えていた。クレジットは、佐藤淳いよいよであるが、実際の脚本は、野上達夫と、井上淳一の共作。 野上が高齢ということもあり、荒井春彦から紹介された井上が、クレア江田島へ、シナハンに行った。井上は、低い者の,の目線、少年兵からの目線で行くというプロットは、脚本を執筆するにあたっての野上さんの最初の考えだったと述べている。本来は、野上の遺作となるところだったが、制作者側に何の連絡もなしに脚本を改定されたため、野上が腹を立て、 経済的損失を承知の上で、タイトルから名前を外せと要求した。野上は、シナリオ2006年1月号に激しい抗議文を寄せ、この事件の解決には、時間がかかり、最終的に、野上の主張が通り、クレジットから、野上の名前は、外すが、脚本料と二次使用料の一部は、脚本協力費の名目で、野上に支払うという形で解決している。 太平洋戦争当時の実写映像が随所に挿入される。これは当初の構想ではエンドロール後に般若による楽曲を BGM にした数分間の実写映像集を上映されることになっていたが実写映像集の上映が全国労働省直前になって急遽取りやめになってしまったことによるものである。この映像集の最後には特攻機が 敵艦にぶつかって爆発した瞬間を収めたカラー写真をバックに彼らが命を懸けて守ろうとした日本の未来に私たちは生きているという字幕が写されている。対岸の尾道港から見たセット2番手法と副法。司令塔から上部は省略されているロケセット公開中の様子。看板は本物が台湾日の木であるが後半が使われている。 広島県尾道市向島町の日立造船向島西工場跡地に総工費約6億円をかけ、大和の全長263メートルの内館主から環境付近までの190メートルが原寸大で再現された。ドック横の資材置き場に建築現場の足場を組んで基礎として必要な高さを確保し、その上に合板などを使用してロケセットが作られた。 手法の方針は樹脂性。第一手法等の方針や環境上部は省略されている。環境は構想建造物となるので建築基準法の許可がおりなかった。また、第一手法については設置場所の関係で手法の土台を設置するスペースがなく外観のみの簡略化された形になった。それらの不足部分はヤマトミュージアムに展示されている位置。 中模型を構成して撮影された。2005年3月に完成し、撮影は同年6月まで行われた。撮影終了後にロケセットの公開を目的として、第一手法から監視まで増設した。撮影を目的としていないので、増設された部分は簡略化されていた。5月にロケ現場で記者発表が行われた際、亀田良一尾の道市長と、 佐藤忠夫の道商工会議所会等から岡田、茂東映相談役にロケセットを観光に使わせていただきたいという申し出が開拓され、同年7月17日からロケセットが一般公開された。セットの公開以外にスタッフの食堂として使用していた、ケイちゃん食堂や小道具、パネル展示、台はオープンセットを使用した場面の映画の メイキングシーンの放映なども同時に行われた。当初はセットの寿命を考えて2006年3月31日に公開を終了する予定だったが予想を大幅に上回る入場者数だったため細かな修復を重ねながら同年5月7日のゴールデンウィーク期間まで公開期間を延長して最終日には100万人を突破し 休業日を除く253日間に1 0 2343人もの入場者が訪れた。3億円以上の入場収入に加え、その他の経済効果は25億円程度とされた。公開終了後の5月10日より解体が開始された。さらに公開の延長を望む声も多く、公開最終日にはセットを見学するまで3時間もの待ち時間が発生した。しかしながら、 オープンセットの設置現場は休止中の造船所であり、この造船所の再稼働が迫っていたため、閉鎖に至った。解体後、東映は、手法針や機銃、小道具など、セットの一部分計64点を、映画公開と同年に、呉しにてオープンした、ヤマトミュージアムへ寄贈し、1、10のヤマトの模型が人気を呼んで映画との、相乗効果もあって161万人が入場した。 地方の施設であるにもかかわらず、2005年度の美術館、博物館入場者の全国一位となった。ヤマトミュージアムの別館には複宝刀などが展示されていたが、その後に大部分が撤去され、1、35のヤマトの模型、細部が不正確なモデルとシールドなし 25mm3 連装機銃1機のみが残されているだけである。尾が撮影地に選定されたのは、 日立造船があったこと、交通の便の良さに加え、尾道市民の映画に対する理解の深さなどの理由からで、政策的な優位性は、他都市を圧倒した。結果的には、尾道に大変な経済効果をもたらし、全国のフィルムコミッションの同型の的になった。モデルは、丸の小八作中では、森脇小八は、特攻当日に戦死したことになっているが、モデルとなった。 丸の小八は生還している。モデルは、内田三つモデルは、安原武史モデルは、唐木正明特撮シーンの撮影に使用された1、35のヤマトの模型は、このヤマトミュージアムに展示されている1、10ヤマトを参考にして、1、10ヤマトを制作した企業と、同映画の特撮スタッフらとの共同で作られている。クレヨンしんちゃん2005年12月16日放送。 男たちのマトだぞ。2006年公衆10億円。以上番組。一般社団法人日本映画制作者連盟。2012年6月29日閲覧。ABCDE 牧村健一郎。映画の旅人。男たちのト、ヤマト、朝日新聞。BE オンサタデー、2 0 1 3年9月7日。E12。ABC 伊藤特有。 話の肖像画生涯不良続行中1、映画プロデューサー角川春樹さん。産経新聞、PQ、オリジナルの2008年5月28日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/20080528155733/http://www.snkei.jpmsn.comentertainmentsentertainers080526tnr0805260246001 w e b N1HTM2017 年9月24日、閲覧。ABCDEF、野上達夫、追悼、野上さんのこと、文、小田明、野上達夫、追悼、野上さんのこと、文、角谷優、野上達夫、追悼、エンターテインメントとは一番低いものの目線で、物語を見ていくことなんだと、野上さんが教えてくれた文、井上淳一。 映画芸術2013年秋第445号発行、編集プロダクション映、e、画8894ページ。AB 映画よふんどの川を渡れ2018、ピアニッシモ407から410、宇宙船、イヤーブック2006朝日、ソノラマ、ソノラマムック、2006年4月20日、71ページ。ISBN4 から257130865。25 戦艦大和ロケセットの入場者数50万人、突破日本商公開記所、対談、岡田茂槙畑男一中の思い出と、映画、テレビの戦後主月間経営者2005年10月号、6から12ページ、大林監督、故郷、小野道市に、異論戦艦大和セット公開巡りから、朝日新聞戦艦、大和実物大ロケセット公開へ日本。 商工会議所地域活性化に向けた、フィルムコミッション活動、日韓観光振興シンポジウム2010シンポジウム、一の模様基調講演 AB、大林信彦の映画談義大全、転校生特本ジョンウェインも、坂東つまさぶろうも、1980から2008、AMUB 角川グループパブリッシング、2008年、44から46ページ。 ISBN 978から4から04から6 2百1 6 9から9。長崎県、長崎大島醸造より、男たちの山和が新発売、小中気候ニュース、2006年2月1日。映画とコラボ、小中、山本56発売長崎大島醸造、長崎新聞社、2011年11月23日。ありがとうございます。